ドラフト1位指名されて始まった僕の横浜 DeNA ベイスターズのプロ野球人生。すぐに先発で結果を残してチーム CS 導き、2年目に2桁勝利を挙げ横浜のエースへ。侍ジャパンに選ばれプレミア中に優勝導き、さらなる活躍期待されたが左肩を痛めて手術。長いリハビリに耐え見事復活勝利あげた。だけども出場夢に見ていた五輪に落選、悔しさ胸に今年大記録のヒットノーラン横浜